速稼塾の久保でございます。個人事業主の皆さんにちょっと今回はね、問いかけようと思いますけども、個人事業主をしていてね、例えば何らかの入院や病気で、長期のね、休業を余儀なくされた場合、無収入になっちゃうわけじゃないですか。で、その間、営業の売り上げの補填をするような制度がないのかなっていうところだったんですけども、これがね、健康保険を使って、傷病手当っていうのが受けられるんですよね。ちょっとこちらの方をご覧いただきたいんですけども、例えば質問はこういうふうにします。個人事業主が入院などで事業を休む際に国や地方自治体から休業補助される制度はありますか、ということだと思いますけども、回答がこのようになってますね。はい、個人事業主が入院などで事業を休む際に国や地方自治体から休業補助を受けられる制度があります。いくつか例を挙げますということで、いくつかあります。1つ目が最も有効なんですけども、国民健康保険はおそらく入られてると思います。その中の傷病手当金ってのがあるんですよね。これは私も聞いたことがあります。健康保険に加入している個人事業主は、病気や怪我に入院した際に4日目から休業45日までの期間、傷病手当金を受けられますと。具体的には受給額が標準報酬月額の3分の2、これかなり助かるんじゃないですか。60万なら40万ですからね。標準報酬月額、加入前12ヶ月間の国民健康保険の算定基礎額の合計額割る12ということですね。そして申請方法は、加入している市区町村の国民健康保険課へということで明確になってますね。はい、それから高額医療制度ですね。これはよく知られていることですけども、私たちはね、どんなに医療費がかかっても上限10万円弱以上は払わなくていいってことなんで、還付が受けれるんですよね。ですんで、入院で費用がかさんでも、そんなにね、破産するような勢いにはならないのかなっていうことですね。一番上の国民健康保険の傷病手当金とこれ組み合わせることによって、必要最小限度の出費で済むよと。さらに、収入も得れるよってことになります。これ詳しく見てみてください。それから地方自治体の制度もあるそうなんで、例えばね、東京都でしたら中小企業等休業支援金っていうのがあります。大阪府でしたら大阪府事業休業支援金っていうのがあります。お住まいの市区町村でもこういった似たような制度がないのか、ホームページなどで問い合わせてみるといいんではないでしょうか。いや、具体的にはね、市区町村、ご自身のお住まいの市区町村の、例えば私でしたらね、広島県の福山市というところなんですけども、市の方にね、電話をかけて、市役所とかに電話をかけて、これこれこういう事情でですね、私は事業を休まないといけないんだけども、何か支援する制度はないんですかと。健康保険以外の制度でお願いしたいんですけども、みたいなことで、紹介していただくと、こういうのがありますよ、みたいにね、もしかしたら、お答えいただくことがあるかもしれません。なんかよく知られてるのはね、ここ数年間ですごく流行った感染症ってのありましたけども、そこで事業を休まないといけない時には協力金みたいなのが臨時で出たっていうのもありますけども、あれは特別なね、パンデミックだったんで、協力金ってものが急遽できたんですけども、普段からこういったものって用意されてますからね。それから多くの方が心配されてるのは損害保険ですよね。これは民間の任意保険ですんで、あらかじめこういう時に備えて入っていなければ、当然ですけども受けられないですよね。毎月の掛け金に、応じて、どんな保障が受けれるかってことです。はい、その他、まだね、各種助成金や支援金制度があるということなんで、ここからはね、ほんと細かく見ていかないと分かりませんので、厚生労働省ですとか、中小企業庁ですね、こういったところのホームページを参考に見ていただければいいんじゃないかなと思います。さらにまだまだね、各都道府県の市区町村のホームページにも何かが出てくるかもしれないということですよね。主にはですね、こちらですね、1番目を当てにすればいいんじゃないかなと思いますね。はい、1番目。それから、あまりにも医療費が高くなりそうな見通しだと、2番目を使っていただいて、後ほど還付を受けるという形です。確かね、9万9800円以上は、個人の負担がないですから、あとは還付されるということですね。だから、毎月30万かかりましたって言っても20万円は返ってくるということでございます。一時的に自分で払わないといけないんでね、きついですけども。はい。以上のような形になります。